ニュースマグビです。横浜 DeNA の砂田芳樹投手が金銭トラブルで訴えられました。原告は金融コンサルタント業を営む A 氏、砂田投手の父親から不動産購入のため5000万円貸してほしいと依頼され融資したという A 氏、しかし返済日を過ぎて連絡が取れなくなってしまったそう。砂田投手本人も訴えた理由について A 氏は、お金を貸したのは芳樹さんの不動産経営のためです、契約を交わす際には芳樹さんともやり取りしていますとのこと。砂田投手の父親に話を聞くと、お金は返すつもりです、それ以外のことは一切お話できませんと語るのみでした。土屋太鳳さんがロッテ雪見大福の雪見大福夏のイメチェン計画発表会に登場しました。イメチェン計画第1弾としてツイッターに夏っぽい雪見大福を描いたポスターを投稿する企画、夏っぽい雪見大福ポスターコンテストも開催されるそうで、土屋さんも自作のポスターを披露。水着で海にいる女性と浴衣で花火を見ている女性を描き、夏だロマンだ雪見大福のコピーをつけました。土屋さんのイラスト可愛いですね。タレントの福田琴美さんが5月20日にコトミックスをリリースし、イメージ DVD デビューを果たしました。出身地鹿児島の実家から飛び出し芸能界入りしたという福田さん、いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう、東京タラレバ娘など数々のドラマのほか、舞台やバラエティにも出演し、活動の場を広げている中でのグラビア進出となりました。きっかけは福田さんが SNS に水着写真をアップしたこと、抜群のスタイルに注目が集まったそうです。雑誌のニュースを動画でチェック、ニュースマグビ。